7月1日木曜日、姿勢志向99周年記念式がアクトシティ浜松大ホールで行われました。お祝いに駆けつけた多くの市民の皆さんを市の職員も笑顔で出迎えました。記念式の幕が上がると、これまで浜松市を築いてきた先人たちへの黙祷を捧げました。市長からは式辞として、市の取り組みや市民共同の精神の大切さが伝えられました。今大きな時代の流れの中で地域主権が進んでいくことを見据え、私たちは過去にとらわれることなく新しいことにチャレンジしていく必要があります。市民の皆様と一体となって取り組んでまいりますので、何卒一層のご支援を賜りますようお願いを申し上げます。続いて浜松市市政功労者の表彰が行われ、市政の進展に貢献した高林和文さんをはじめ9名の方々に表彰状が贈られました。表彰状、高林和文様、平成22年4月1日、浜松市長、鈴木康夫、おめでとうございます。市議会議長の中村克彦さんをはじめ、来賓の方々からの祝辞には浜松の歴史を振り返りながら、市民の皆さんと共に輝く浜松市の未来へ向けての期待が込められていました。浜松男性合唱団オーロラ、女性合唱団歌うエスカルゴによって歯科が披露され、会場にいる皆さんも一緒になって斉唱しました。第1部の終了として万歳三唱の掛け声がかかると、会場全体から万歳の声が上がり、浜松市のこれからの発展を願いました。第2部の記念公演を飾ったのは、去年行われた第7回浜松国際ピアノコンクールで優勝したジョ・ソンジンさん。いよいよ幕が上がり、拍手で迎えられると、会場は一気に厳粛な空気に包まれました。ピアノの美しい音色に会場にいるお客さんは皆うっとりとした様子で聞き入っていました。ピアノリサイタルは1時間近くにわたって行われ、市政記念式は穏やかな雰囲気の中幕を下ろしました。来年は浜松市志向100周年を迎えます。この素晴らしい日を多くの方々と一緒にお祝いできますよう、皆様のご来場を心からお待ちしています。